皆さんこんにちは。客単価アップコンサルタント横田修林です。新しくですね、客単価という切り口で、また事例を紹介していきたいと思うんですが、その中の一つ、今日面白い事例を紹介したいと思います。こちらになります。はい、ワンコそば商法というものについて考えてみたいと思うんですが、まあ、岩手の盛岡に行った時に、ワンコそばをですね、150杯、食べたんですが、この150杯の体験をするのにですね、3150円かかるんですね。3150円で、少なかろうが多かろうが3150円ということなんですね。つまり、これ150杯も食べたということは、だいたいですね、1人前15杯ぐらいらしいんですね。まあ、これ1杯が少ないので。ということは僕10人前ぐらい食べたということになるわけですよ。そうすると3150円を10で割ると、まあ、1人前は310円ぐらいです。で、まあね、お蕎麦、普通のお蕎麦だったら、まあ、300円とか500円ぐらいであるわけなので、僕は普通500円ぐらいしかお蕎麦にね、お金をかけないはずなのに、3150円もかけたわけですよ。ということは、客単価は上がってるじゃんって話ですよね。お蕎麦を3000円分食べることはないわけですよね。であれば、このようなワンコ蕎麦商法ってできないのっていうふうに、考えましょうということなんですね。つまり一つの商品っていうものを量を少なくしてちょっとずつ、はい次はい次みたいな形でやっていくような、まあワンコそばっていうもんなんていうのかなものがあるわけだから、それの、違うバージョンですってやればいいじゃんということをですね、気づいた人がいるんですね。これどんなことを気づいた人がいるかっていうと、あ、ここに書いてますね。一つの商品を10分の1ぐらいにしていくつ食べれるかっていうイベントをすると。だからね、ちょっとずつ行くんだけど、結果的には、まあ多くなるという。それをやった方がですね、ワンコプリンっていうのをね、されたそうなんですね。プリンを、まあ、プリンはね、小さいので、一人前でも結構なんですけど、例えばそれを少なくして、そしてですね、その、なくなったら、はい、次のプリン、はい、次のプリンって言って、プリンがどんどん出てくると。で、ちゃんと蓋をしないとですね、どんどん永遠と出てくるみたいなものですね。これ、プリン好きにとってはですね、このような、ものってぜひ挑戦したいなと思うんですが、そうすると、普通その店でプリン1個しか頼まないのに、確実にね、2個以上の客単価になるわけですよね。客単価上がりますよね。っていうのは、このようなワンコそば商法ってことを考えたから、客単価上がるわけですよね。当然、1杯だけのワンコそばを売ってもいいわけですね。ないと頼まないですから。まあ、こういうことを考えましょう、ということですね。はい、客単価をアップさせるアイデアはいろいろあります。ぜひ皆さんもやってみてください。客単価アップコンサルタント横田修林でした。ありがとうございました。バイバイ。